今ご覧いただいている車はコード57と言いまして、これはイタリアのフェラーリの12気筒エンジン積んでまして、その上に僕らがいろいろ作り込んだボディとか、あるいはエンジンをチューンしたりとか、デザインの魅力を最大限に引き出した車を世界で一番最初たった1台だけ作るという、そういう今までに日本ではなかったそういった車なんです。で、実はワンオフの車っていうのは昔ハリウッドスターとか世界中の富豪の方がイタリアのカロッツィリアって言われる、あるいはイギリスのコーチビルダーって言われるボディメーカーの人たちに、デザインをゼロから発注してできてきた、そういったカテゴリーなんですね。例えばイタリアの映画監督のロベルト・ロッセリーニっていう方、これ昔の奥様がイングリード・バーグマンっていう方なんですけれども、ロッセリーニはそのイングリード・バーグマンのために世界でたった1台の車を1955年にエンツォ・フェラーリに発注したんです。これは実はバーグマン・クーペって呼ばれる非常に有名なクーペなんです。こういった車っていうのは実は僕らどちらかというとエンジンの性能であるとか車重であるとかスペックの話ばっかりしがちなんですけども、でもそのスポーツカーには実は世界中のいろんな国の文化が色濃く表される非常に特徴的なそういった商品だと思うんです。その頂点に立つのがこういったワンオフのスーパースポーツドリームカーだというふうに思っていただいていいと思うんです。僕は50年代のそういったワンオフのお話しましたけれども、現代は例えばカーボンファイバーであるとか 3D プリンターであるとかアルミニウムの削り出しの技術であるとか、それからサスペンションとかエンジンチューンの技術というのも昔とは比べ物にならないぐらい高いレベルになってきています。例えて言いますと、このヘッドライトなんですけども 3D プリンターでたった1個のこのヘッドライトを実現して、それを手で磨いて、で高輝度塗装といわれるクロームに近いようなこういった塗装を施して物を作り、その中にあるこういったヘッドライトの技術は最新鋭の LED の技術とプロジェクターの技術、そういった最新鋭の技術が至るところにこれ使われています。ただそれと同時にこういったインテリアの縫製の技術とか、それから細かい例えばダブルスティッチ、それを実現するための職人技というのがこの中に生きているわけです。車って一見その冷たい機械のようですけれども、その中には最新鋭の技術とそれぞれの国の非常に奥深い文化と、そしてこういったものづくりに携わる職人さんたちの深い技術がこの中に入っているというふうに思っていただくと